田中不二から1940年1月20日は、日本の囲碁騎士。神戸市出身、久保松勝清名誉9段門下、日本棋院所属、5段。ウルトラ新布石と呼ばれる過激な手法で知られた。1930年入団。久保松勝清の神戸土曜会、日本棋院関西別院に所属しながら、東京の大手愛に出場し、1931年。 大手合周期をつぐみ、優勝、32年周期をつぐみ、優勝、2段昇段。一歳年長の高川角と親しく、天才、田中、秀才高川と称されていた。1934年春期をつぐみ、優勝、高圧両組優勝者決戦席余り14段に、勝ち。この春期大手合の第1局では、久保松門下の5人が、 初手天元に打って注目されたが、このうち、田中のみが勝利した。天元打ちを研究していた、久保松は、多くの者は天元を大地域の構成に利用するのに、対し、田中のみは、攻撃的意味に利用したと評した。1935年3段、1936年4段。この頃は、新布石の流行の中で田中を筆頭に、過激な布石も現れ、 ウルトラ新布石と呼ばれた。1939年第1期本因坊戦、高組4段戦出場。大手愛周期優勝者戦では、合成源に、千番九目賞を収める。京都の吉田美佐子の吉田塾にも通い、麻雀にも熱中した。病床についてからは、本因坊吉江の全集を愛読していた。1940年に、肺結核で死去、追贈五段。 田中千恵子四段、田中秀春八段は、名、老いにあたる。ありがとうございます。